札幌銀行、株式会社札幌銀行、札幌銀行、A 賞、ザ・札幌バンク、LTD は2008年10月まで存在し、北海道札幌市に本店を置いていた第二地方、銀行。通称、殺人、殺菌。統一金融機関コードは05-02で、合併前時点の店舗数は64店舗だった。2008年10月14日をもって、 北洋銀行に合併され、約58年の歴史に幕を下ろした。北海道無人株式会社として1950年に創業。これは、北海道宅食銀行、以下、宅銀という出身の同化再次など有志による庶民金融機関として設立され、当時は札幌市南二条西三丁目八番地が本店で、北海道内に旧支店11取水所を開設した。 それから間もない1951年10月20日で、相互銀行業に転換する。社名を株式会社北海道相互銀行、通称、同僧銀に変更し、一般の利用者に親しまれてきた。なお、ひらがなの同僧銀も通称で用いられることがあるが、ここでは同僧銀として、以下記述する。設立時からどうかが社長を務め、 1969年11月28日に、同じ拓銀出身の水井で久尾に社長を譲った。水井では1971年9月9日に、東京支店を進出させているが、拓銀と北海道銀行、以下、同銀という菓子を進出させた実績がある、青森県、愛知県、大阪府などには最後まで進出しなかった。時期不明ではあるが東京からも撤退し、 2008年10月10日時点で支店は北海道のみとなっていた。東京進出を果たした水井では1995年9月4日に死去した。続いて社長となった牛尾田隆は当該校にもある通りやはり宅銀出身の役員だった。牛尾田は個人融資取引を進めるべきだという持論を主張したがバブル景気の中で不動産開発や カブトデコムドといった企業への融資拡大を図っていた、卓銀首脳陣、これが後に、卓銀を経営破綻に追い込むことになると、意見や主張が真っ向から対立し、この結果、牛尾田は道総銀へと放築されたのである。卓銀から牛尾田が更迭されたことが、道総銀を大きく救うこととなる。同送銀は、牛尾田の持論だった、個人融資取引で、 各種ローンのノウハウを生かし、1987年に50万円以内の融資なら50分以内で回答するスピードローン50を新設。1986年から1988年の約2年間で20億円強のローン残高だったのが20倍に膨らんだ。1989年2月1日に銀行法の改正に則り、広市銀への転換を果たし、 道総銀から札幌銀行へと名称を変更した。また、この時点で、牛尾田社長から牛尾田東取へと肩書きが変わった。個人向けローンで有名な金融機関になり、当時は消費者ローンのパイオニアとして、業界を引っ張るようになった。宅銀や、道銀などの上位業とは違い、中小麗再企業向け融資、個人向けローンの強みで差別化を図り、生き残りをかけた。 1990年には DC カードと共同で札幌カードを設立している。バブル崩壊後、不況が長期化した北海道では、拓銀が1997年11月17日に経営破綻した。当時の大倉省からの打診を受け、札幌銀行は拓銀の受け皿金融機関として名乗りを上げた。しかし、前述の事情から、牛尾田東取の復讐を恐れた。 卓銀首脳が札幌銀行への営業譲渡を拒否し、最終的には北洋銀行に営業譲渡した。牛尾田東取は1994年に一旦、東取退任し会長に退いたものの、後継で初のプロパーとなった川西峠取の死去に伴い会長兼東取となり、吉野二郎に東取職を譲った1998年に再度、 会長選任を経て、2000年より2007年6月26日まで、札幌銀行の相談役を務め、2011年6月19日に死去した。牛尾田会長兼頭取の頭取職退任後、吉野二郎が頭取に就いた。当時の札幌銀行ホームページによると、吉野頭取は旭川の出身であり、北大でで、 道葬儀に1966年入校とあるため、同校二人目となるプロッパーである。54歳で、東取就任、勝吉野東取が、最後の札幌銀行東取である。両校は1999年に、包括的業務提携を結び、2001年に、持ち株会社、札幌北洋ホールディングスを設立。ATM 相互開放などを行い、利便性を図っていった。 2008年10月14日にシステム統合と同時に北洋銀行と合併した。存続会社は北洋銀行。一部特集記事では九州合併と書かれているが、この合併は対等合併である。合併によって個人ローンに強い札幌銀行のノウハウをさらに活かし、30億円の経費節減を図りたいとしていた。 旧本店窓口スペースの一部は商工組合中央金庫札幌支店が北洋銀行札幌営業部と要していたが2013年に本店営業部と統合その後跡は土地には札幌信用金庫本店が新本店ビル建設のため移転していたが2016年5月新ビル竣工のため撤退しているさらに商工中金も新店舗に 移転のために後日転出したが、2017年11月より、北洋銀行札幌南支店の入居ビルの新築解体に伴い、仮店舗として使用している。合併後の役員人事について、北洋銀行の横内隆三造取、当時が合併後も同行の頭取を続けると明言されているのに比べ、札幌銀行の吉野次郎頭取は、 経営陣に参加すると述べられるにとどまってた。吉野東取は札幌銀行の名がなくなるのは少々辛い思いであるが将来のことを考えると顧客や行員に理解を得られるのではないかと語っていた。北広島市及び上川管内東馬町の指定金融機関とされていたが2008年10月の合併で北洋銀行に引き継がれた。2004年までは 上川町も殺人を指定していたが、同町からの支店撤退に伴い、上川中央農業共同組合に変更された。札幌銀行は、北海道総合銀行時代を中心に、東京への支店進出や札幌市内の店舗拡大と、引き換えに、東北や、おほうつく海側など地方部を中心に閉鎖が相次いだ。理由としては、他金融機関との加藤競争によるものや、 新電産機の導入が困難なこと、預金量の低迷などで業績が減退していったこと、などである。多くの店舗は宅銀が引き受けた実績がある。移動窓口店舗、トラックに ATM を搭載したもの、バンクル号を所有。札幌競馬場,場内にて営業を行っていたが、合併の準備に伴い2008年10月5日をもって営業休止された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。